はい、マッソーゲームズでーす。はい、皆さん、今回はですね、マスクラ2021パート48やっていきたいと思います。まだパート1からパート47見てないよという方はですね、再生リスト作ってますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで、今回はですね、光るおっきい地図を作ってみようということで、やっていきたいと思います。はい、皆さん、アップデで光るね、額縁っていうのを追加されたじゃないですか。で、あれを使うと大きい大きい光る地図がね、作ることができるってことで、今回はですね、このね、拠点に光る大きい地図をこうね、作ってみたいと思います。はい、ではやっていきましょう。ただね、その光る額縁を作るためには、今まだちょっとレアなのかな?そういうアイテムが必要なんですけど、はい。ということで、まずはですね、額縁を作っていきます。額縁を、大量に作ります。そうすると、はい、15。もうちょっと作りましょうかね。今回ね、20個、ね、光る額縁を作ります。で、こういう風に額縁に輝くイカスミを置くと、輝く額縁ができまして、で、この輝く額縁はですね、皆さんも多分ご存知の通り、こういう風に、アイテムをこうね、照らしてくれるんですね、これね。暗いところでも光ってるんです。で、これをたくさん置いて、地図を、入れると、まあ夜でもね、光ってるね。そういう、光る、でっかい地図ができるっていうことなんですよね。はい。ということで、早速、こっからはね、地図作りを行っていきたいと思います。じゃあ、まず、ここの地図を作ります。ドン!あれ?地図20ってできましたね。はい。こんな感じ。で、こっから、左右に、ここを中心に、こちら側に行きます。トコ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 と。頑張れーって。で、もう一つ。横に進んで、まずはですね、その、5つ分、この方角ですね。この方向に、こう作っていきますと。で、ここでもう一回、えいっと。で、22ができましたと。数字があるから、まだわかりやすいですね。すごーい!なんかさ、街、ちゃんとしてるね。こう見るとね。さっきさ、ちょっと、ダイエットパンケーキ食べたら喉に引っかかっちゃって。ねえ、ダイエットね、大変だよ、ほんとに。なんかさ、糖分取らないと僕イライラしちゃう性格みたいで。で、はい。なんか、もうきついね。なんか最近イライラが結構止まらなくなってきたりして、さすがにもうそろそろダイエットやめた方がいいかなとかね、思ったりね、ちょっとしてるぐらいです。難しいね、人ってね。はい、超えました。で、ここでもう一つ地図を、えいっと。おー。まあ、砂漠しかないんですけど、まあ一応この先も作りましょうか。こっちにさ、村があるから地図もちょっと面白いんじゃないかなと思って。はい。こういうね、ちょっとね、今日地味な作業すんの。まあ、地図作り。もっとね、大きい地図だと、なんか結構大変なんですけど、こんぐらいね、小さい地図だと結構作りやすいよね。こう、やってこうか。はい。おー。ここが砂漠の街ですね。で、川があって、川の深さとかもさ、ちゃんと表示されてるから、いいっすね。ではですね、こちらに地図を作っていきまーす。で、1、2、3、4、5マスのところなんで、1、2、3、4、5、1。一番下はいらないかな。で、こっから、
もう一段かな。ちょ、もう一段やっぱり作ろっか。これかな。はい、こんぐらいのサイズのね、地図にしますと。で、輝く額縁が20個あるんで、ポン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 と当てはめまして、ここに地図を作っていきますと。これでトントントン、お、つながっていく感じ、いいね。はい、で次ポン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 、あれ合ってるか、あ、違う、これ、え、合ってるかこれ、あ、でも合ってるか、あ、これとこれが違うんだな、多分。こうやって何か僕はどっか間違えてるぞ、これ。33になって、あれ間違えたな、これで25、26、25、26、27、28、29、30だから、間違えましたね、ちょっとね。あとでもう一回作りに行こう。で、ここの上も、えい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 って。おー、一個以外合ってる。うわ。うわ、でもこう見るとさ、すごい、ちゃんと地図って見えるんだね。なんか、あと光ってるからなのかな。なんかすごい見やすい気がする。じゃあもうちょい地図を作ろう。痛いよ、やめてよ。じゃあここに設置。うわ、すごい、めっちゃ光ってるじゃん、すごい、えい、うわ、めっちゃ輝いてる、ほんとに。こんなに夜でも光るんだね。ただ光源としては機能していないようだね、これね。光ってはいるけどっていうところだわ。で、こっから、36、37、痛いんですって、おい、おい、おい、お、強いな、ほらー、ごめんね、おい、おい、おい、おー、どうですかこれ。え、すごく良くない？ほら。え、これマップがさ、どんどんこう、この地形変わってったらどんどん変わっていくでしょ？めっちゃいいじゃないですか。これガラスじゃなくてさ、羊毛とかにしたらさ、テレビみたいになりそうだね、これね。まず、本当に。なんかないかな、黒いやつ。あ、これ、深層岩とか良くない？なんか。黒い羊毛でもよかったかもしれないけど、深層岩にすれば、足りるかな？なんか、ちょっと、こういうテレビあるじゃん。危ない。よし。すごい、音がいいね、深層岩ってね。初めて使ったわ。よっしゃー！すげー！何これ、すごい、なんか、あ、新しいさ、何こう、ワープゲートみたいな。こういうところにこれから飛んできますみたいな。ね。レベルですね。いてぇ！ゾンビやめとけ！ゾンビやめとけ！もうゾンビ出すぎ！ちょっと松明で、この辺り照らそう。いてぇ！ちょっと、やめて。普通の額縁だと果たしてどうなるのかっていうのも一応ね、皆さんにね、ご紹介しておきますね。なんか、あんまりこう違いわからないよっていう方もいらっしゃるかもしれないから。普通の額縁だと、こんな感じです。あ、でも結構、結構、ちょ、出すぎ！結構明るいよね。
思ってたより。こんな明るかったっけっていうか、こんなゾンビ出たっけ、こんなゾンビ出たっけマインクラフトって。こんなだったっけ。なんか手に入れたんだけど。じゃがいもだわ。まあ、光度が全然違いますよね。確かにね。こう見るとね。はい。ということで今回は輝く額縁を使って輝く地図を作ってみましたが、いかがでしたでしょうか。これ以外にもですね、アイテムを光らせることもできたりするので、はい。ぜひですね、皆さんもね、輝くイカスミを取って作ってみてください。いいね。なんかどんどん街のさ、この道をこう、広げたくなった。隣町まで広げちゃおうかな。ね。この、地図いっぱいこう発展させたいわ。はい。ということで皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ね。また楽しくいろいろ進めていけたらいいなと思います。ということで、以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。